今日は千尋と早食い勝負やっていきたいと思います。塩をかけるときこのかけ方する人いる？三角形に綺麗に握ったら勝負していきたいと思います。序盤は千尋が味わって食べてるので、その間にどん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 食べ進めていきたいと思います。この辺から急に千尋がペースアップするので置いていかれないようにします。この時ユダスケの口の中も水分ゼロで全くお米が入っていきませんでした。びっくりするぐらい口の中も水分ゼロ。手抜いてるやんって思ってるかもしれへんけど、これが本当の本気なんです。負けてしまったので、ここからは恒例のユダスケもぐもぐタイムのスタートです。口にいっぱい詰め込んで、手についたやつもパク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 食べていきます。あともう少しで完食です。さあ最後泣いてください。はい、泣きました。ユダスケ泣きました。千尋と一緒の泣き方をしています。本日もご視聴ありがとうございました。リクエストお待ちしております。